10番イザベル・デロベル、オリビエ・シェンフェルダー組、フランス。 Number 10 representing France, Isabelle Delobel and Olivier Schoenfelder。 フランスのナンバーワンカップル、ヨーロッパチャンピオンの登場です。オリジナルダンスを割って1位、デロベル・シェンフェルダー。二人が離れて演技が始まります。ピアノレッスンのサウンドトラックから、 NHK 杯初優勝に向けたフリーダンスの演技始まりました。体勢も細かく変わりました。そして昨日反省点、課題に挙げていたスピンがこの後に控えます。できたんじゃないでしょうかね、はい、この後のステップでも少し反省が残るという昨日のオリジナルダンスの後の話。練習通りできたんじゃないでしょうかね、うん、スローなテンポに乗せたステップ。ここから曲調が変わります。この生地はよく合ってましたね、うん、フランス大会の時はこのフィールドを失敗してしまいました。これで失敗してしまったんですよね。この NHK 杯ではいいツイズルを見せました。そして工夫されたリフト、工夫されたストレートラインのリフトで8つの要素を終えました。こっちも素晴らしかったですね、はい、またカナダのカップルとは違った魅力を醸し出しました。
イザベル・デロベル、オリビエ・シェンフェルダー組こちら大人な分だけやはりしっとりした感じがありましたよね、スケートもおとなしくスススッと静かに滑って、はい、綺麗なタッチだったですよね。フランスのデロベル、シェーンフェルダー、もうカップルを組んで17年目に入ります。このフリーダンスで 96.27 を出せばNHK 杯初優勝。彼らとしては本当に良かったんじゃないかなと思いますよね、はい、このスケーティングとか本当に素晴らしいですし、あの大人のしっとりした感情もよく出てましたし、素敵なプログラムでしたよね、はい、ただあの技術点っていうんでしょうかね、最初の方の点だけがちょっと心配かもしれないですね。昨日のオリジナルダンスでは技術点はカナダの若手カップルの方がいい得点をもらいました。彼らはスピンがですね、今映ってるんですけど、スピンがあまりにあの得意としてないんですよね、はい、スピンをね。でその辺でちょっと点数が稼げないかもしれないですね、でも今日はステップとかこのツイズルとかとっても良かったので、そういうところでプラスをいっぱい稼いでるかもしれないので、フランス大会ではこのツイズルを失敗して、そうですね、フランス大会 94.53 でした。この NHK 杯で優勝するにはフリーダンスで 96.27 が必要になります。そのくらいは出るんではないかなと思うんですけども、どうでしょうね、得点を待ちます。必要なのはこのフリーダンスで 96.27。 でもやはりあの5コンポーネンツの方がしっかりした点が出るんじゃないかなと思うんですけどね、演技構成点では昨日他のカップルよりも高得点を出しました。デロベル、シェンフェルダー組の得点、まず技術点、技術点 49.10、 技術点は 49.10、 これはカナダのカップルの方が上です。演技構成点が 47.81 でフリーダンス 96.91、 非常に僅差のカナダのカップルとの接戦となって合計点 197.54 で優勝はフランスのデロベル・シェーンフェルダー、この NHK 杯初優勝、グランプリファイナル進出も決めました。